あの人の病気の話なんか聞きたくもないと僕も思ってましたから、自分がなるまで、そこら辺が僕のわがままですけど、あのそういうのってあるから、あのそうか、楽しくっていうんじゃなくて最低知っててほしいっていうのがお便りです。町田市の東京都、由美さん、はい、玉川学園の難病の話をしてください。あのそれなぜかっていうと、難病ゆえに差別を受けてる人はいっぱいいます。難病は偏見を持ってる人からも、そのままそれは差別につながってることがあるので、あの話を